社山島遺跡は、ヘビ山島遺跡ともいい、中国の江生症状に応し、高豊高くごとちんまい山村にある、新石器時代後期から飲酒にかけての遺跡である。第一城の遺跡で、第一の東西は約110メートル、南北は約100メートル、面積は約1.1万平方メートル。高齢年度の地質で、文化体積層は3.3メートル。7層に分かれ、 第一層は高度層、第二層は約2800年前の飲酒の時期、第三層は約3500年前、第四第五層は約4000年前、第六第七層は約4500年から5000年前である。社山党遺跡は、目下のところ、厚生省で最も埋蔵状態が良好で、出土文物の数量の多い遺跡の一つであり、2006年に、 高精省文物保護単位に列せられた。1983年に初めて発掘され、1991年と1995年にも、モイ大学人類学系が前後2回にわたって発掘を進めた。3回の発掘で、出土文物は2000件余りに及んだ。2006年にモイ大学が4回目の発掘を行った。交渉によると、 社山島遺跡で出土した巻沿い深原本は、口が開いて腹部が深く外飾りがあり、縁が突き出ている平底本で、河南省落葉支援宿の二里頭遺跡の同類の器と近く、袋足束首商店流は、落葉の林遺跡の同類の器と特徴が一致しており、当時の二里頭文化の影響がこの地に到達していた証拠とみなされている。ありがとうございます。